選手2017年世界ジュニアフィギュアスケート選手権2009年にスケートを始めた。2013年アジアフィギュアハイノービスクラスに出場して優勝。2016から2017シーズンから ISU ジュニアグランプリシリーズシリーズに参戦し、ブライオン・シュベルター・坂月では3位となった。2017年1月に開催された 韓国フィギュアスケート選手権で初優勝を飾った。初出場となった2017年世界ジュニアフィギュアスケート選手権ではショートプログラムとフリースケーティングでともに自己最高得点をマークし4位となった。これは韓国選手としてはキムヨナに次ぐ成績であった。2018世界ジュニア選手権での林恩州、ミシャジさんはインスタグラムを利用しています。 エコリアントラディション BE, キュートピースツーザカメラ、少し薄い肌色ヌーコリオユンスーリムスウィッシュスウィッシュ。インスタグラム2019年2月24日、閲覧。ありがとうございます。